夏休み終わってからの勉強戦略とスケジュールについてお話したいと思います。地方の高校生が東大とか京大に合格するために、現役で合格するためにどういうスケジュールを練っていくべきかっていうのをお話します。どうも、セブンの先生です。さあ、今回は夏休み終わってからの勉強戦略とスケジュールについてお話したいと思います。さあ、今回はノーカットでね、お話しますので、ぜひ通学中ね、まあ、イヤホンを聞きながらっていう人もいいし、寝る前にちょっとね、聞きながら、そういう方でもいいです。もちろん、ホワイトボードでも説明しますが、なくてもね、聞けるようにしたいと思います。ただ、これが重要なんです、今回は。8月、9月、10月、11月、この4ヶ月間でそれぞれどういうところを意識するかっていうのを、今回全てお話します。これ何かっていうと、夏休みが終わって、みんな、ここ1週間に何をすべき、ここ1ヶ月で何をすべきか、そういうところをみんな思いがちなんですけれども、本当に大切なのはここっすよ。この11月のこの模試でどういう結果を出すか、試案提示を出せるかどうかというところがすごく肝になってきます。そしてですね、今回、実はこの目標とかスケジュールは、地方の高校生が東大とか京大に合格するために、現役で合格するためにどういうスケジュールを練っていくべきかっていうのをお話します。なので、例えば超進学校ですみたいな、こんなのもっと早く進んでますみたいな人は、もうね、ブラウザバックして大丈夫です。あと浪人生の人でもね、ちゃんと通ずるところあると思いますので、ぜひ最後に見てください。それではいきましょう、レッツゴー。さあ、今回ですね、まず8月からいきましょう。まあ8月皆さん終わりましたよね。すごい暑かった、暑かったですよね。もうセミめちゃめちゃ死んでました。確かセミってあれですよね、40度以上か何度以上かだともう死んでしまう感じになっちゃうんですよね。だから結構今回ですね、かわいそうですよね。そんなことは置いといて、8月って模試ラッシュでしたよね、ざっくり言うと。東大京大模試もありました。そして共通テスト模試もありました。全都記述模試もありました。まあ、そういった中で、いろいろね、皆さんが模試を受けて、ダメだった、良かった、あると思うんです。ただ、正直に言います。この8月の時に東大京大模試とかは、結果が出なくて大丈夫です。ここで結果が出てるような人っていうのは、多分余裕で受かるそうなんですね。東大の中の半分以上余裕で受かるそう。その下半分の結構こう争い、争ってみたいな人たちが、特にこう現役生、地方の現役生に多いと。そこでしっかり取るためには、まずここで結果を出すことじゃなくて、こっちで結果を出すことなんですよ。だから、まず8月で東大、京大もし受けて、ちょっと難しかった、特に寸大はね、めちゃめちゃ難しかったと思うんですけれども、そういうのはまずいいです。結果はどうであれ、ここでですね、弱点を知って、かつ、標準の現役生に移ってください。で、8月の勉強法の時に、ね、お話したのが、ここですよね。英国と数理でした。まず、英語と国語っていうのは基本的にも過去問演習に移ってください。過去問演習、例えば英語だと長文がめちゃめちゃ多いんだと。自分の長文、単語はすごいわかるのに、読むのが遅い。そういう人に関しては、普段から長文演習をすべきだし、逆に単語すらわからないっていう人は、ちょっと元に戻るべき。つまり、過去問の演習をした上で、分析をするっていう話をしました。そして、数理者に関してはまだ習ってないところもありますよね。特に理系なら数三、理系ならまたは理科、無系なら社会。そういったところに関してはまだ習ってないところもありますね。まあ、そういうのは参考書の練習でっていう話をしました。じゃあこっち、9月。まあ、これから9月なんですけれども、どういう配分で勉強していくべきかっていうのを話します。もちろんこれは全て正解とかはないんですけれども、ただやっぱり一つだけざっくりの基準として覚えておいてほしいです。まず、英国に関しては僕のイメージはこれですね。まあ、過去問演習が 80%、参考書の練習が 20%。まあ、これはもうさっき言った通りです。特に僕とかも90、11とかほぼ過去問しかやってないんです。英語も国語もね。で、例えば特に英語に関してはリスニングがすごく苦手だったので、過去問練習をするし、かつリスニングのキムタツの東大英語リスニングっていう本をやってたとか、そういうふうに分野ごとに過去問を中心にそれから苦手なところを補っていった。で、そしてもう一つね、9月から言うべきは添削です。僕は英作文とか国語に関して学校の先生にお願いして添削してもらうようにしてました。ここは本当にね、これから多分予約しといた方がいいと思いますよ。そして、数理者。こちらがですね、結構これ意見分かれるんですけど、僕は、まあ、こういうイメージですね、50%、50%。つまり、まあ、例えば数理者ですと、すでに習っている単元に関してはもう過去問演習に移って大丈夫。ただ、習っていない単元ですね。に関しては、まだちょっとできるだけ参考書演習、特に理科、社会です。ここに関しては早めに終わらせておきたいんですよ。そう。だから、もし、もちろん、例えば、解説が7みたいなね、そういう人たちって、ほぼこっちなんですよ。過去問演習とか、模試の問題解いていて、もう、あとはどんどん演習を重ねていってます。浪人生も同じです。ただ、現役生は、まだ、ギリギリ9月までは、数ギリシャであれば、まあ、このね、50、50の比率で大丈夫だと思ってます。ただ、ここです。10月。これが、ここが僕が、本当に現役で受かるかどうかの一つの基準だと思ってます。
もちろん時期が近づいたので同じく動画とかライブでお伝えしたいと思うんですけれども、ここです。何だと思います？10月夏休みと帰り道戦略2つ。そうなんですよ。 OK。 10月9月は過去の演習参考書演習の話をしましたけれども、10月っていうのはまず覚えておいていただきたいのはここです。10月末か11月の上旬に同じく志望校別模試っていうのがあります。東大、京大はもちろん、他にも大阪大学、名古屋大学、あと北大、東北大、まあいろいろありますよね。で、その中でやっぱ覚えておいてほしいのはこちらです。まあ、理科社会の教科ですね。これ何かって、これ本当に大事だと思うんですけど、理科社会って夏の時ってあんまり力出せなかったじゃないですか。難しすぎるから。でもこの11月に理科社会合わせてないと多分落ちます。これも本当に言うと。なんでかというと、11月以降、特に12月とかは共通テストの対策とかで結構大忙しになってくるんですよね。じゃあ次に二次試験の対策をやるのはっていうと、また1月の中旬以降、下旬以降、共通テストが終わってからになるんですよ。ってことは逆算すると、この11月までにある程度二次力をつけておかないといけない。つまり、理科社会の教科っていうのはもちろん、英語、数学、国語、全て習ってます。やってました。それは分かります。でも、理科社会で演習足りてますかっていう話なんです。演習。そうなんですよ。例えば参考書の一問一答とか言いました、社会の皆さんはね。けど、過去の演習しっかりやれてたかなとか、理科だったら、この分野は自信があるけど、この分野大丈夫かなとか。そういうのをですね、できればこの10月は僕は理科社会を一番もう筆頭にというか、バランスを崩して、やってほしいなと思ってます。そう。で、2番目、これが何かというとこちらです。過去の模試の直前演習ですね。これどういうことかっていうと、まあ、11月に例えば東大模試とか受けますよね。そうなった時に、やっぱり11月の模試で判定を出すって結構大事なんですよ。そう。ここでいい判定でした。もちろんいい判定で逆転合格できますよみたいな人もいますけど、現実的にはそんな人もほんの僕の稀です。そう。だからやっぱり11月にやっぱ C 判定ぐらいは出してほしいですよね。もちろん判定だけでどうこう言うつもりはありませんけど、ざっくりね。ってことは、この11月の模試にしっかり合わせておきたいんですよ。で、みんなほとんどの人がしているのは過去問題。過去問の演習はしてますけど、僕のおすすめとしてはこちらですね。過去の模試、つまり模試の過去問の演習です。まあ、例えば、河合塾寸大だったら、ありますよね。あるんです。売ってるんですよ。そういうのをですね、まあ、全部やる人はないんですけれども、やっていってください。そうしたら何が見えるかっていうと、あ、例えば確率の問題では僕がそうだったんですけど、全科式の確率ね、めちゃめちゃ苦手だったんですよ。けど、そういうのが出るなと思ってから、その模試の過去問をどんどん演習していったんですよね。じゃあ何がわかるかっていうと、赤本とかとの違いは、採点基準が明確に載っていたりとか、当時それを受けた人の平均点が載っているわけです。つまり、この問題が視点問題、この問題は必ず取らなきゃいけない。そういうのがわかるわけです。そう。これがめちゃめちゃ大切です。それができるのが、もしくは過去問といっても過言じゃないので、10月っていうのはこの1と2をしっかりやっていく。そう。OK。もうやりたくなってきました。そうなんですよ。10月はめちゃめちゃ楽しいです。そのためにはっていうと、この特に参考書演習ですね。もう数学、理科社会に関しては、8、9でもなんとか基礎的なところを終わらせて、どんどん標準的なところに移っていきたい。で、10月にもう最終調整ですよね。これを打つためのこのムーンの時間がこの10月です。OK。で、11月。まあ、これが今話した模試ですよね。この模試もあるっちゃあるんですけれども、これです。共通テストプレ模試みたいな、プレテストみたいなのが、11月の末、あるいは12月の中旬とかにあります。そう。で、これに関してはですね、本当に覚えておいていただきたいんですけれども、大学によります。そう。例えば、医学部を受けるっていう場合は、共通テストの配点がかなり高いと思います。その時は、多分共通テストの対策は、しっかりとこの時期からやるべきだと僕は思っています。でも一方で、東大とかね、受ける人。まあ、センターの配点が900点が110点のおよそ9分の1になるわけです。もちろんね、足切りを超えなきゃいけないんですけれども、そうなった時に、どういう配分でやるべきか、二次試験と共通テストでやるべきか、それを決めるのが僕はこの共通テストのプレ模試だと思ってます。で、またね、時期が近づいたら言いますよ。けどざっくりこの4ヶ月を逆算して今にね、覚えておいてほしいんですけれども、ここではどういうことかっていうと、僕は、まあ、1週間前の対策で OK だと思ってます。
そう、ここで結果を出すっていうよりは、例えば数学とか理科に関してはちょっと共通テストならではの問題とかもあります。なので数学理科だけでちょっと共通テストの思考調査とか模試とかね、見直してみよう、そういう期間は必要で、それでざっくりやってみる、このテストでどれだけ結果を出せるかっていうところが、今後共通テストにどれだけ、演習をねかけるか、時間をかけるかっていう基準になると思います。ここでしっかりと結果が出た人に関しては、例えば国語と社会だけはやって数学とか二次試験の方にやろうっていうのもいいと思いますし、ここであれ全然結果出なかったっていう場合は11月から共通対策に移ると、まあ、そうなっていくわけです。もちろんざっくり話しましたけども、これなんで覚えてほしいかというと、もう一人のやっぱり逆算なんですよ。そう、みんなこれどういう状況か、特に僕地方の高校出身だったら分かるんですけど、情報がないんですよね。その時にもう走るしかないんですよ。もう目の前も真っ暗の中で走るしかない。そうなった時にもう手探り状態なわけですよね。これでいいのかな、これでいいのかな、そんな不安な状態で進んでいると、僕もね本当に不安だったから分かるんですけど、モチベーションが下がったりとか、大丈夫かな、なんかスランプに陥っちゃうんですよね。それはちょっとやめてほしいと。だから必ずこういう4ヶ月に関してはほとんどの受験生が同じだと思います。共通すると思います。だからこそそれから逆算した上で、例えばここならば、あ、やばいと、英語と国語の過去問演習って言われたけど全然過去問触ってなかったわっていう人は過去問に移ってもいいし、あるいは数理社、あ、10月に数学理社の最終調整なんだっていう場合は、この8、9で数学と理科社会にがっつりと当てると、まあ、いうことになります。そう、やっぱりだから本当に逆算ができる人、特に僕がやっぱ思うのは、海星高校や灘高校、筑波も東大医学部の同期ほとんどもうそれです。言ってたんですけれども、やっぱりね、もう周りというか、周りがこれを言うと知ってるんですよね。だから当たり前のように勉強してるんですよ。そう、だからやっぱりそのそういう情報というかスケジュールですね、こう11月の模試にこれぐらい出さなきゃいけないから、こういった逆算をしようとか、そういうことが分かって勉強してる人と分からずに勉強してる人では本当に角度が違う、ベクトルがね違います。ぜひ皆さんには努力の方向の音痴に、ね、ならないようにということです。はい、以上です。大丈夫かな。実はここだけの話なんですけど、で引っ越しましてね、このホワイトボードの壁掛けのねホワイトボードになりました。で、今後ね、例えばいろいろできることも増えましたので、こういう企画やってほしいっていうのもそうですし、なんかね別のなんかライブとかでもこういうライブやってほしいみたいなリクエストがあればぜひ載せてください。 OK かな。はい、ということでぜひね高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんの受験心から応援します。最後のこの4ヶ月間ぜひしっかりと頑張ってください。それではお疲れ様でした。バイバイ。赤パスこちら概要欄に答えがあります。偏差値10アップする英語の参考書&勉強法、イエイ、イエーイ。はい、ということで、今よくねパスラボの質問来ますけれども、はい、うん、高知高2生は特に、ね、今からまだまだ時間あると思うんですけど、じゃあどこから始めていけばいいのって話になります。で、それをね皆さんのお悩みを僕たちでね解決していきたいなというふうに思います。で、今回ですね3パターン用意します。まず今偏差値が40の人、うん、